疲れたし腹減ったし顔中蚊に刺されるし、なんでこう顔を蚊に刺されるのか、なぜ顔を蚊に刺さ、刺されるのか、わからない私には。疲れた、ほんと疲れた今日も。じゃあ今日もいただき、これねビールもらってたんですけど飲んでなかったんですよ。ずっとほら最近ワインばっか飲んでたんで、って思ってもね、なんかこれだけ疲れるとやっぱビール行きたくなるね。全然冷やしてなかったんで、疲れたし腹減ったしね、飯食わずに出かけたんで、これがちょっと疲れた、もう。疲れたです。本当に疲れた。これももらったんですよね。これ誰もらったっけ？ちょっと名前は出せないんですけど。はい、でっかいおぼろ豆腐。おぼろ豆腐です。これが飲みたくてね、ずっと作業中ずっと我慢してて、水も今回持っていかなかったの、線香悪かったんで。結構前にもらったけど賞味期限がまだ切れてないっていう。おお、すげえ。まあこれはいらないとしても、生姜が入ってる。生姜なかったんですよ。で、うわ、生姜入れたいなって今ふと思ったんです、これポンって置いた時に。で、生姜が入ってた。生姜作んなきゃいけないね。近所のおばあちゃんが生姜うち買ったことないよって言ってたから、まあ、実際俺も買ったことはないんです、いつももらってばっかり。まあありがたい限り。これちょっと待って、蓋で、蓋の中に食べるのかな、じゃないとこれもうパンパンに入って、もプリンみたいに。これにだから食べる、こうやってこう蓋に入れるっしょ、入れて。でも絶対こうやって食べないと食べれない。蓋に入れなきゃ、これ直接豆腐にかけるのは絶対無理でしょ。これもうパンパンに入ってももうすり切れパンパン。あー、かゆい、かゆい。どうでしょうね、いつもの生姜とちょっと違う。なんか弾力があるな、これ。いただきます。うん、弾力はあるけどね、食べるとね柔らかい。
れた。俺ね、まあよく言ってるけど、まあよくは言ってないけど、なんかね、ひたすら筋トレしてるんですよね。あの、暇さえあれば筋トレしてる。で、暇さえあればじゃないね、暇はあるんですけど、ふと思った時に筋トレをする癖がついてきて、なんつうのかな、こう、いろんなとこにこう筋トレができるやつを置いてるんですよ。腕立てプッシュアップバーとか置いてたり、まあ、ここにもあるし、牛舎にもあるし、上にもあるし、みたいな、どこでもパッて身についたら、なんかこう、やる癖が出てるんですね。で、なんかね、最近、まあ、全体的にはこうついてきたなって感じはするんですけど、特に今思ってなんかやっぱこの辺とね、このここの後ろあたりとね、あと肩、ここがね、なんかね、この辺がね、なんかでかくなってきたんですよね。そう感じる、自分で。正面からちょっと分かりづらいんですけどね、ここがね、なんかこうでかくなってきたんですよ。この辺なのかな、なんか。っていう最近の。ただし、何やこれ。虫かな。しみる、豆腐がしみるわ。甘い。甘いね。あ、今ふと思い出した、あのハワイでよく行ってた、あの、まあよく行ってたっていうか、まあ皆さんに連れて行ってもらってた、あのつくね屋でしたよね。あの遊園地の近くにあるあそこの豆腐思い出したな。そうだ、あそこはあの、だし醤油に、だし醤油じゃないか、あれ、だしかな、まあ、だし醤油か。に、あの、ゆずがついてるんですね。ゆずと一緒に食べる。キンキン。あ、豆腐うまい。やばい、キララが上がってくる。逆から。ちょっと、消えちゃった、ちょっと待った。キララがさっき登って、あ、待て、やばい。あ、来る。来そうな感じ、あ、来ない。なぜこんな疲れたかというと、飯も食わずに行ったんですよ。まあ、朝食は食べましたよ。もうクソ早いわけですよ。朝起きるの早いからよ、俺。まあ、寝るのも早いわけよ。で、朝飯食って、ゾンちゃんたち、あ、なんか上がってきそうな感じや。で、今日、あの、雨が続いてたんで、まあ、今日も天候は悪いんですけど、で、畑の、掃除、まあ掃除と、雑草の刈りと、あと、植え付け、この3つが重なってるわけですよ。で、スコップが折れるという事件が何日か前に起きて、そこで、ああ、これやりたいこと、まあ、
ありますよ。スコップあるけども、うちに。セメントを混ぜるようなスコップ。角スコ？角スコですね。でも、俺が必要なのは、ケンスコっていうやつで、もう尖ったやつで、ケンスコが折れて、ケンスコ買って、今日来て行ったんですよ、畑。ちょっと天候、雨が止まったんで。で、カッパ着て行って、雨降りそうな状況だったんで。で、ケンスコ着て使ってみて、良かったね。使いやすかった、すごい。で、筋疲れが襲ってくるんだわ。でね、んでまた今山の方の畑から森がどうか、森がいっぱいあるんですよ。大体400ぐらい、400本ぐらい、そこの畑で、バナナが確か6本、島バナナが6本ぐらいあるんですよ。確か6本だ。ちょ、あんま覚えないけど。6本ぐらいあってて、そのバナナってね、一回こう、大きくなると、横からこう、子株が出てくるんですよ。子孫を残すためにね。で、もう、そいつらもかなりでかくて、ちょっと運べないですね、自転車で。運べなくはないんですよ。運べなくはないんですけど、それを今ね、バナナの移動を、ちょ、何本だったっけ？失礼。確か6本ぐらい。今日4本ぐらい移動させましたよ。もちろん自転車なんで、1本ずつ。おっきいのからちっちゃいのから。何しかスコップも行ったり来たりしなきゃいけないで。で、自転車運んだり、一回スコップをポーンと落ちたんですよ。落ちないように縛ってたんですけど、いきなり取れちゃって、それを縛ってた、固定するやつがどっかに行っちゃったんですよ。で、ずっと行ったり来たりしてる時、あれ、どの辺だったっけって探したけどね、結局出てこなかった。これ入れちゃうか。見たら、これなんて書いてるのかなと思って。おいしい。あ、結構濃いめですね、これね。でっかいおぼろ豆腐。開けにくい場合はスプーンの。最近ね、目が見えない。にがりと瀬戸内の塩。最近近くのものが見えながら近いのか。と5年ぐらいしたら死にたいね。もうあと5年ぐらいあれば、もう精いっぱい地球のためにできるぐらいの動けるよね。その体が動くっていうことですよ。動く時にガンガンやって、地球のためにやって、はい、終了みたいな感じがいいね。ってよく言われるんですよ。そう言ってる人に絶対長生きするよとかなんかよく言われるんですけど、いや、長生きなんかしたくないね、ほんとね。地球のために頑張って、スパッと人生を終わらしたいね。さっさと。と思う。で、今日は、モリンガ、ステノペダラ、ステノペダラを2本、バナナ4本、オレイフェラ1本、移植させた。いっぱいあるんで、こっちに分けして、こっちの土とあっちの土がやっぱ全然違うんですよね。面白いよ。なんかそうやって見てると。こんなに、違うんだ、みたいな。
もちろん風の当たり方とかもさ、違うわけだし、日の当たり方も違うわけでしょう。だから、それが、どうなのか。ここがね、なんかでかくなって、この辺ですよね。なんか自分でもなんか、あれ？いつの間になんかあれ？なんか、ここはそんなにね、もともとほら、まあ、痩せてる方ではあると思うんですよ。肉がつきにくいので、太りづらいんですよ。だから、まあ、筋肉はついてるはずなんですけど、厚みが出ない。食べないからね、その肉食ったりとか言ってもうバンバン食わないから、厚みが出ないから、なのかな。別に厚み欲しいとかそういうわけじゃない。ただ俺が運動してるのは、年齢を重ねるごとに筋肉と衰えていくわけですよね。そういうことをできるだけ阻止したい。遅れさせたい。で、やっぱり常に動いてる方がいいなと思って、ただ運動してるだけです。やっぱさ、海外で生活してると、生活してたらね、海外で生活したら、氷がないな。海外で生活したら、おじいちゃんとかおばあちゃんとかね、元気な人よく見る。あと、マッチョ。おじいちゃんとか、年を取った人がマッチョみたいな人がね、結構見る。だから、やっぱりこう体を動かすって、やっぱ体を動かしてるからかなと思うね。まあ、食べ物とかそういう文化とかもあんのかもしれないけど、やっぱりでかいよね、なんかこう骨が。なんか言ってたの、豆腐と納豆が合うみたいなこと言ってたけど、なんか言ってたの、あいつ。なんつったっけ。まあ、豆腐と納豆は合うでしょ。合わないはずない。氷が4個しか作れないですね。本当は5個並べ、1個真ん中にひびが入ってて、そこにいると水が流れるっていう状況で。まあ、それでやりくり、まあ、氷そんな使うことないからね、普段ね。で、それなんかも行ったり来たりして、穴掘ったりとかして、草刈ってたら、草をこう、刈るというか、草を刈ってないね。お借りしていたなんかの霊気っていう、まあ、その道具があるんですよ。霊気っていう、こういう熊手っていうか、なんか爪をこうガッてしたようなやつ。その霊気にひびが入っちゃって、みたいな。こんなとこにひび入んの？と思って。いや、これちょっとまずいなと思って、まずいなって使え、あの、それがないと作業ができないわけですよ。その草を集めることができなくて、わーっと思った時に、まあ、すぐ修理するってことを頭の中で回って、ここじゃできないなと思って、まあ、最終的にその草を集める作業できなかった家を持ってきて、前もらってたゴリラグルーを使った。ゴリラグルーの出番だなってもすぐ思った。その木工用のゴリラグルーですよね。でも、ここ2日？ 2 日、まあ、丸2日ぐらい休んでるんですよ。2日は休んでんのかな？なんやかんややってるけども、
そのフルには動いてなくて、まあいい作業はできたかなと。今日はね、なんかいろいろやってるとこいろいろアクシデント出るね。いきなり自転車に固定してたスコップが外れるとかさ、その固定してたそのベルトみたいなやつがどこに行ったのかわかんないしね、どんだけ探しても。山に入ってたらずあもう蚊がものすげえですよ。雨降った後がなんかわかんない。ものすげえ蚊ですよ。もうもちろん俺カッパ着てるんで、上から下までカッパ着て、頭までこの辺まで防御して、ここだけですよ、皮膚が出てん。まあ、ここだけってさ、皮膚が出てんのはここだけ。まあ、蚊が寄ってくる。もう全身寄ってくる。めっちゃ寄ってますよ。見ないようにしてるんですよ。見ると意識しちゃうじゃん。作業が止まっちゃうじゃないですか。で、なんていうの、こう、カッパの色が白っぽい色なんで、ふっとこう下見ると、蚊って黒じゃないですか。パッて見ると、もういっぱい止まってんですよ、カッパに。うおって思いたくないから見ないようにはしてますよ。カッパに止まっ、あの、カッパじゃん、カッパが刺してこないじゃないですか。まあ、いいんですけど、まあ、俺がほら、ジャングルに入ってバサバサ言ってるから、奴らの生活、ね、とかをこう妨害してるからこう来てる可能性もあるわけじゃん。敵対みたいな感じなのか。だからまあ悪いなとは思いますよ、どっかで。でも、別に殺してるわけじゃないから。ものすげえとこで、うわーって常にこうわざとこう動きながらやってるんですけど、もうこの辺がもう気がついたらかゆいんですよ。だから止まってたんでしょうね、おそらくね。もう、で、山刈りってのはどれぐらいだっけな。1年ぐらいになるんですかね。結構なんか千年木とかも言ったけど、千年木もでかくなってたし、なんか成長が悪いものを、今新しい畑に移動しようかなと思うんですよ。アセロラ、まあ、アセロラも移動させたり、あと千年木とか移動させてみようかなとちょっと思ってる。その違いを見たい。というのは、土が全く違う。土が全く違うし、もう色が違う。色は全く違うから、多分もう全然違うんだろうなと思いますね。上はね、まあ、極端に言うと、茶色ですよね。下はね、下っつうかまあ、山の下なんで、下の方は、グレー。で、これぐらい極端に色が違うんですよ。飲もうと思えばまだ飲めるけど、もうやめとこう。キリがない。よくない。よくない。だいたい3本目いくとね、頭痛くなるんですよね。次の日か夜ぐらい。弱いんでしょうね。まあ、別に強くなる必要はない。飲みたい。
あ、でも今日ワイン飲んでないからワインをちょっとだけ飲もう。一杯だけ飲もう。ね。一杯だけ。杯だけなんですよ。ベースですかね。よし。やっぱ、お、うめあ、うめ。来る。母親が飲むからね、俺の勝手なイメージですよ。勝手なイメージだけど、なんかすげえ飲んでたもんな、あの人ね、ワインとかね。なんかワインを飲んでたイメージがある。でも飲んでたのを見たことあるのかって言われると、なくはないけど、まあ、ほとんど一緒に暮らしてなかったんですよ。だからなんかね、飲んでたイメージはないけど、飲んでたっていうのはワインを飲んでた、赤ワインを飲んでた記憶がなんかどっかであるのはあるね。母親の記憶ね。でもここ2日休んじゃったんで、明日からそんなまた雨降んないでしょ。で、雨降んないんで、まあ同じことに動くか、あ、待て、明日地球の掃除行こう。雨は止んだんで、止むはずなんで、地球の掃除行って、から一日始めよう。普段の生活に戻ろう。その、なんていうの、日本語が、出てこない。なんか庭でね、何か野菜を作ろうかなと。まあ野菜っつうか、まあ、モリンガは食べ放、また、まあ、食べ放題ですよね。まあこれからどんどん枯れていくんで、落葉樹じゃないですか。で、寒くなるとやっぱ枯れていくんですよね。また暖かくなると、また葉は出てくるけども、まあ枯れていくから食べてはいっていいですよ。今もカットしていかないと、どっちみち枯れていって、行くんで、もう今のうちカットして食べちゃおうかなと思って食べてはいるけども、まあ、いっぱいあるんですよ、庭にも。で、まあ、追いつかないね、一人でちょこちょこ食っても。まあ、畑に行きゃ、まあ、畑にもいっぱいあるし。で、野菜かと思った時に、先日はニラをもらったんですよ。まさみにニラをもらって、ニラ食ったらニラうまいなと思って、ニラってどうやって育てるのかネットで調べると結構簡単に育てられるっぽいんですよ、沖縄って。収穫率が結構高い。あ、ニラいいなと思って、ニラを育てようと。で、今ニラやってる。で、ニラと、ネギも小ネギみたいなやつ。
ネギも好きなんですけど、ネギでね、成功したことないですよね、種からいって今まで。まあ、もう成功したことがなくて。今、まあ、ニラやってるけど、ネギか、ネギもやってるけど、なんかうまく、3ヶ月、3、4ヶ月待った方がいいって言われてるんで、一応放置はしてるんですけどね。日当たりがあんま良くないからね。それはどうなの？で、ニラって案外日当たりがっつり良くなくてもいけるってネット、まあネットで本当かどうか知んないけどね、入ったんで、まあそれを信じて微妙なとこには置いてる。でも俺これまだ今日一日終わりじゃないですよ。これからスピンバイクです。1時間。これはね、別に嫌っていう意味じゃないんですよ。やりたくないわけじゃなくて。まあ、やりたくないっていうわけではないね。で、やりたいっていうわけでもない。微妙な感じかな。半々ぐらいかな。でもなんかさ、そんなにめちゃめちゃ疲れない、スピンバイクって。まあ重さもあると思うし。だからまあ、楽しめてやってるかなっていう感じはあるかな、自分の中で。それをやって、一日が終わり。俺の中で。それが終わって、もう食事も、あ、また食事が終わって、歯磨きして、もうその前にシャワーを浴びるんですよ。シャワー浴びて、で、キララさんがベッドに来て、キララさんと、ウィーって遊ぶ時間が、もうこれかなり一日何回もやるんですけどね。彼女が俺のとこに来てくれたらもう、あ、かまってほしいのかなと思ってずっと遊ぶしね。人間の寿命よりも彼女かな、猫の人生っていうのは、短いわけじゃないですか。まあ人間は短いかもしれないけど、人にもよるけども、でも、まあ一般に短いわけでしょう。で、今、彼女は人間でいう65歳前後らしいんですよ。で、そういうのを考えたら、ああ、そっか、大先輩やな、とかね。でも、ほら、人間と違うし、感性が人間ほど豊かじゃないから、ピュアだなって、いつも思いながら接してはいるね。こう、腐ってない。いつも目が輝いてる。人間って腐ってんじゃないですか。そういうのじゃなくて、こう、いつもこう、目が輝いてて、ただ、ひたすらつうかこう、自分のことをこう、癒してくれる。まあ、これはもう良くないことなんだけども、そういうことも考えながら生活はしてるから、この彼女に対してどうやって、この子の人生の中で楽しみっていうのを少しでも増やしてあげたいなって思うと、なんか俺、なんか食べ物に行っちゃうんですよね。だって食べ物じゃまた地球に環境良くない。ゴミも出るパウチだから。まあ、パウチあげてるんですけど、まあ、キララがいたら、ビビがいた時は、パウチあげてなかったんですよ、全然。で、今もパウチあげたり、なんか一人になるとこう、一人のことを見れるようになってきたっていうのがなんかあった。2匹いたら、こう、見れないこと、知れない、わかんなかったことっていっぱいあったんで、でもなんかこう、いいのか悪いのか分かんないけども、まあ、まあ、パウチ上げ続けたんですね。ビビさんがいなくなってね。まあ、カリカリも上げてるけども、なんかこう、わがままになってきて、前は、ここに引っ越してくる前、そんなパウチ上げてなかった。
だからほら、ゴミが出んじゃん、毎回ね。パウチあげると、それもどうなのかなと思ってるんですけど。まあ、良くないね。地球ね。でも、それだけ自分の欲を抑えつけてるから、この子だけは、ね。と思う。別に、ほら、自分の人間の子供とか、例えばだったら旅行連れて行ったり、なんかおもちゃ買ってあげたり、学校行かしたり、欲しいもの買ってプレゼント買ったりとか、なんかそういうのじゃないじゃん。そういう選択はしないし、選ばないし。でも、こいつの場合、喜びっていうのは、食べ物？食べ物を食べるときとか、人にこう、触られたり、こう、癒されたりする時間っていうのもあるのかなと思うんですね。だから、この子が求めるときは、そばにいてあげたいし、それが、人が動物と暮らすための暮らすっていうことを選んだんであれば、それは絶対やってあげなきゃいけないとは思う。だからさ、ワンちゃんとか飼ってる人にさ、いいんじゃん。散歩連れて行かない奴らとかさ、まあね。まあ。そうですよね。今日も一日終わったね。明日はね、まあ、同じこと。ただちょっと前半のスタートが違うね。地球の掃除をやって、畑行って、山になってる、不法投棄をやっていく。あれ一旦出したらちょっと、あそこを借りてる大家さんと話して、まあ、量にもよるけどね、撤去してもらうのか。鉄くずはリサイクルに回して、プラスチック系とか、リサイクル持っていかないやつは、どうすんのかな。まあ、袋に入れたら取りに来てはくれるのかな。それもちょっとよくわかんないですよね。まあ、取りに来てくはずだと思うんですよ。不当投棄なんでね。って思ってます。なんか酒がなんかこう、何かをぶっ飛ばしてくれる。そんな気がする。よく出たね。なんかほら、なんだったっけ？なんか倒れた事件あったじゃないですか、韓国で。ああいうなんかニュースを見てたらね、俺的な、意見ですよね。思ったのは、まあ世の中、基本的な世の中が嫌いで人間もクソだとしか思ってない人間考え方なんですね。だから、ああいう事件を見て思うのが なんかこう、誰が悪いことをしたのかっていう悪いことっていうか、何か責任をこう、なすりつけてる。で、それをなすりつけないと、人は納得しない。その人の感情を考えながら動く人間なんだなって思うのをこう、すごく感じたなっていう感じはしたね。例えば大統領だったり、市長だったり、その家族だったり、なんかその怒りや悲しみの行き場をこう、うまく作っていくためのメディア作り。
ていうのが今のこの世の中のこの情報化社会をうまく利用した感じなのかなとか思いながら見てたりとかしてますね。してたね。まあそういう世の中じゃないのかなと思ったね。世の中って本当にクソだからね。すごくもちろん同じその生命体が人間がね、まあ、亡くなったことっていうのは、まあ、そうなのかもしんないよ。ただ地球がどんだけ悲しんで人類が犯してきた、潰してきた、破壊してきたことに目を向けないじゃん。そこにテンションしないじゃないですか。でも、何十億年、80億人、国にいる人類が、例えば戦争で亡くなったり、今回のことで亡くなったりしたら、ものすごい、わーってこの情報化を利用して、まあ、ある意味俺、ビジネスが絡んでるとは見てるんですね。そういうことをやりながら、ああ、やっぱり、地球とか環境とかそういうことっていうのは踏みつぶされる、そのビジネスにはあんまり関係ないっていうわけじゃないけども優先されないのかなっていう感じは感じるね。毎回そういう何か災害が起きると。人災害っつうのかな、なんかそういうのがあると、なんか、あと金のこととかね、こういう災害が起きると、家族にはこれだけ入りますよ、あれだけ入りますよっていうのを世間に情報を流す。で、それを聞いた人たちはそれを話して、また人に話して、話題にするっていう、その、くだらないことを、くだらないんですよ、はっきり言って。くだらないことを、こう、盛り上げ、勝手にこう、ワイワイするっていうのが人間なんだろうな。人に喋っていくじゃない、そういうのって。くだらないよね、はっきり言って。どこまで、人類自体が、本当に、なんていうの、世紀末を迎えた時にですらえ、人間は自分らが間違ってないっていうことに気づかない。気づきたくない。そういうのは人間なんです。俺はね、本当に恥ずかしい。どれだけいい人だかな、いい人だ、頑張ってきたって、どんだけ頑張って言ってる人でも、本当に気づいて行動しない限り、終わってるくだらない人間で人生終わるんですよ。まあ、それでもいいでしょうね、そういう人たちは。そういう人たちはいっぱいだから、気づかないから、そうだと思うよ。行動しなければ何も変わんない。そう思うね。にも変わんないよ。人間は終わってる。人間をね、